どうもしゅんです、こんにちは。はい、ということでですね、今回はキャンパスキャリアさんとのタイアップ動画なんですけども、石川さんの就活応援企画第4弾ということで、今回は面接をテーマに動画を撮らせていただけたらなと思ってます。今回は石川さんと東工大の石川くんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。で、今回はお二人の面接を沢さんに添削していただけたらなと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。で、この動画は前編後編で、後半はキャンパスキャリアチャンネルに上がるので、よかったら後半も見ていただけたらなと思います。前編は人生初面接ということで、一番最初の今の実力を忖度なく沢さんに判断していただいて、今後の就職活動がよりプラスになるような形の時間にできたらなと思ってます。はい、では今から面接を始めたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、では早速なんですけれども、まず自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、法政大学キャリアデザイン学部新3年生の石川ななみと申します。私が常に大事にしていることはありがとうの気持ちです。今自分があるのは当たり前ではなくて、やっぱり親だったり、友達、そしてアルバイト先の方々など、いろいろな人に支えられて今の自分があります。なので、そういった感謝の気持ちは常に忘れずに心がけています。本日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では、よく聞かれる質問だと思うんですけども、学生時代に力を入れてきたことをですね、教えていただきたいんですけども、よろしいでしょうか。はい、かしこまりました。私が学生時代に力を入れたことは、はい、学業と両立をさせながらアルバイトでの資格を、努力して一緒に勉強して、成果に結びつけたことです。私はスターバックスでアルバイトをしております、はい、そこで、年に一度ブラックエプロンテストという、何のテスト？ブラックエプロンテストという、ブラックエプロンテスト、はい、コーヒーの資格のテストがありまして、約合格率1割と言われております、それぐらい量が膨大で結構覚えるのが大変なんですが、はい、それを、学業のちょうど、そうですね、2年生の後期の段階で、学校の授業がある時に一緒にそちらの勉強も並立させながら行いました、主な方法としましては、隙間時間をとにかく、その勉強に当てたということですね、はい、例えば朝早く起きてそこを勉強を始めるだったりとか、電車での隙間時間に行ったりとか、よく見る携帯画面のホーム画面をコーヒーの知識に関することだったりっていう、あらゆる隙間時間を使って、そちらの勉強を行い、両立させて成果に結びつけることができました。これはブラックエプロンっていう、資格を、要は合格したっていうことなんですね。そうです、合格を、ありがたいことにいただきまして。そうですね、そしたら今皆さん普通 のスターバックスでつけてるエプロンが緑なんですけども、コーヒーマスターという形で、コーヒーの専門に関する知識が豊富ということで、黒いエプロンを自分自身のためにもらえるっていうテストとなってます。なるほど、たまにいますよね、確かに。そうですね、じゃあそれ例えば時給が上がったりとか、そういうことでも、そういうことじゃないんですね。ただやっぱりそれを行うことで、それまで以上に自分の知識をお客様に伝えることができるので、よりアウトプットできたりだとか、それでお客さんにもコーヒーのことを知ってもらえて、そういった点が嬉しいなってことで挑戦をいたしました、なるほど。自分の店舗では学生初っていう形でいただきました。学生さんで初めてなんですね。そうですね、分かりました。では今お話しいただいたようなことの中にも現れていたと思うんですけれども、その改めてその自分の強みであったりとか弱み、特徴と思っているようなこと、自分で認識していることを教えていただきたいと思っています。できればそこに具体的なエピソードを加えてですね、ご説明いただけるとありがたいんですけども、よろしいでしょうか。かしこまりました、私自身の強みは自分以上の能力のあることにも果敢に挑戦する姿勢があるという点だと思っております。そうですね、具体例としましては、私が学校の授業で、なかなか生徒さんが難しくてハードルが高くて取らない授業っていうのをあえて選択しました。で、その授業っていうのが
自分自身で国境を越えて活動している人にインタビューを行い、それを記事にしてネットに掲載する、3000字以上の記事を書いて掲載するというものです。でやっぱりそうですね、まずインタビューする人を誰にするかっていう決めるところから、実際に1時間程度対面してインタビューを行い、でそこから聞いた内容を全て文字起こしして自分自身で言葉を考えて最終的に記事を作成するという形でした。すごく大変ではあったんですけども、まあ試行錯誤しながら行うことを完成させることができ、その掲載、今ときめき取材記というインターネット上に掲載されているんですけども、それを見た方々からはすごい面白いだったりとか、よく書けているという評判もいただいております。そのときめき取材記っていうのは、まあ、その事業で作ってるメディアってことなんですか？国際文化フォーラムっていうところが主催している、ときめき取材記っていうインターネットのフォームでして、そこに法政大学の学生が何数名かだけ毎年載せていただけるという形です。なるほど。ここで一番こう苦労なされたことっていうのはどんなことなんでしょうか？まずは今まで自分自身がインタビューを行うとか、あと記事を書くっていうことを自身自体もやったことがなかったので、まあ、一からの挑戦っていうところでどうやったらいいんだろうっていう部分が分からなかったです。そこで、そうですね、実際に記事の書き方を自ら調べたりだとか、まあ、インタビューに関してはもう本当に試行錯誤状態ではあったんですが、あらかじめインタビュー項目を考えたりとか、メールでのやり取りをマネージャーさんとかとさせていただいて行ったっていう形ですね。何かその、まあ、面白かった以外にこう評価されたことっていうのはどのようなことがありましたでしょうか？はい、私自身は正直記事を書いて文章力っていうのがあんまないかなって思ってたんですが、結構予想以上に分かりやすいし一貫していると記事の内容がっていった言葉をいただいて、そこが自分にはこういった強みがあるんだなっていう、記事を書く才能ってもしかしたらあるのかもしれないと、ちょっとそういったところも興味も持つことができましたね。なるほど、わかりました。はい、ありがとうございます。では先ほどキャリアデザイン学部というところで、まあ、すごく新しい、ね、名前の学部だと思うんですけれど、実際にはどんなことを勉強されているのかということと、まあ、なぜそういう学部を選んだり、その学校の勉強のですね、領域を選ばれたのかというようなことを教えていただきたいんですけど、よろしいでしょうか？はい、かしこまりました。キャリアデザイン学部っていうのは、まあ、本当に一言で言っちゃえば幅広く何でも学べちゃう学部でして、1年生の時には、ライフ領域、発達教育領域、ビジネス領域という3つに分かれている領域の中から自分がやりたいことを選びます。で、私が特に興味が持ったのが、発達教育という分野でして、まあ、子どもの発達、小さい頃から大人のところまで その発達過程の変化、そこでの心理的変化だったり性格的な変わり方がどういうところで変わるのかっていう部分を授業を通して学んだりすることができます。でそれによって自分自身がこうやって変化してきたんだなっていうだけじゃなくて、それを知った上でいろんな人の今後のキャリアを支えていく一つの手法にもなるっていうことで、まあ、キャリアカウンセラーとかいった、領域にも興味がございます。特に私が興味がありますのが大学生、まあ、同年代のキャリア支援というところでして、それも大学1年生の時コロナ禍で自分自身本当何もしていなかったんですよ。でも、後期になってからそろそろ何かしないとやばいなと思って自ら環境を変えたんです。そこによって周りの人の刺激を得て今自分自身いろんなことに社会人の人に自らお声掛けさせていただいてお話を聞いたりだとか企画を自分で立ち上げたりだとかっていうことにも挑戦する姿勢ができました。でもそこの環境の変化を変えるっていうのってなかなか難しいと思いまして、
じゃあそこを変えるためにはどうしたらいいんだろうか。で自分自身だけじゃなくて他の人をプッシュするために変えたい頑張るぞっていう後押しをするためにどうしたらいいんだろうかっていうところを知りたくて、内発的動機づけとかそういう部分ですかね、そこを学びたいなっていうことでキャリアデザイン学部で今そういった部分を学んでおります。まあ、勉強しながら自分でもなんか内発的動機づけが出るように、まあ工夫して実際いろんな活動されてるってことですよね。あ、そうですね、まあ、今日もここ来てますしね。そうですよね。なるほど、分かりました。そういう自分 の, そのご自身のですね、その学業のでの活動というか学びでの活動っていうのに点数つけるとしたら何点を。そうですね、点数面白い質問だと思うんですけども、今の自分自身の点数だと80点かなと、100点満点中で180点だと思っています。っていうのも今自分自身がそのやっている学習に対して目標とか目的を持って取り組めている、でまた楽しんで授業を行えているっていうところは点数の高いポイントかなと思っています。で残りの20点としましては、やっぱ学校の勉強って学業だけだとアウトプットではなくてインプットの形が多いと思います、はい、そうだけじゃなくて今後はもっとアウトプットの場を学校内だけじゃなくて、例えば地域での関わりっていう身近な部分だったりだとか、そういった学んできた部分を他の人にもどんどん発信していくっていう部分をもっと身につけていきたいなっていう部分で20点と置かせていただいてます。なるほど、分かりました。では、以上で面接を終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで石川さん面接お疲れ様でした。ありがとうございました。どうでしたか？最初は緊張したんですけども、すごい笑顔で言ってくださったので、こちらも落ち着いて話すことはできたなと思いました。ありがとうございます。じゃあ手応えはまあまあ、もっと簡潔に話せたらよかったのかなって思う部分はありましたかね。じゃあということで曽和さん、今の面接、はい、合格か不合格か札の方をお願いします。はい、分かりました。ですね、僕は今回面接させていただいてもう丸だと聞いておりました、初めてな感じがしなかったですけどね。実は結構いつもだったら突っ込むようなところとかをあえてもうなんかあんまり突っ込まないようにと意地悪してたんですよ。深掘りしなかったと思うんですよね、はい、というのもなんでかというと、コミュニケーションってどっちかが良かったら、まあ、成り立つわけですよね。要は聞く方が、まあ、ちゃんと質問をバン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 してくれれば必要な情報って届くじゃないですか。で逆に面接側がダメでも候補者の方がちゃんと話してくれればそれはそれでまた成り立つじゃないですか。で今回どこまでほっといてもいろいろなことを話してくれるのかなっていうのがあって、あんまり突っ込まなかったんですよね。だから一部もうちょっと本当は聞きたいなと思うところ実は僕我慢して止めたところもあるんですけど、全体を通じて僕が聞きたいようなことっていうのを全部言ってくれたなっていうのがまずポイント高かった理由ですね。でその聞きたいことっていうのは何かって言ったら、これはよくいつも言ってることなんですけど、やってきたことがイメージできるような具体的な情報っていうのをくれてるかどうかっていうことなんですけど、例えばスタバの話にしてもですね、具体的な情報がいっぱい入ってたなと思いまして、例えばブラックエプロンっていうのは何だという話をね、ありましたけど、例えば1割ぐらいしか受からない、あ難しい試験なんだなと、これ多くの人っていうのは結構難しい試験みたいなことで終わったりするんですよね。でもその難しい試験というとまあ半分ぐらいかなとかね思ったりするじゃないですか。でも1割ってかなり難しいんだなみたいなね、ここら辺がきちっと分かる。ただ一方で例えば勉強する量が膨大っていうふうにおっしゃったんですけど、本当だったら僕ここ突っ込むんですけど、膨大ってどれぐらいなのかなというのは思いましたね。ちなみにどれぐらいですか。なんかテキストみたいなのあったりする。テキストはありますね。何ページぐらいですか。80ページ。そう、要は膨大でもなんとなく想像はつくんですけど、まあ、それが10ページぐらいの、ね、もんなのか、80ページはやっぱり違いますよね、難易度っていうのは。であと例えば、朝早く勉強するために起きたって言ってたんですけど、朝早くって多分だいぶ違いますよね、人によって。具体的にはどれぐらいだったんですか。5時ぐらいですかね。
ってなると5時かすごいなとか、ちょっとずつもうちょっと聞きたかったところはあったものの、大体のお話においてそういう具体的にイメージできるようなレベルの話をしてくれたっていうのがすごく良かったというふうに思いました。なので、まあ、丸ですね、はい。これは例えば石川さんが今新3年生じゃなくて新4年生でまあまあ大手の一次面接だったとしたらどうですか？受かるんじゃないですかね。初期面接っていうのはそもそも皆さんどんなところでつまずくかって言ったら、石川さんがどんな人かっていうことを伝えられなくて落ちる人がほとんどなんでですね、その点でいうと石川さん の人となりとかやってきたことっていうのは十分分かったので、一次面接十分クリアするレベルじゃないかというふうには思いますね。より具体的な数字を出すとか以外に改善のポイントってございますか？あんまりないんですよね。まずいかなと思ったのは、話を長くしすぎたっていうふうに言ってたじゃないですか。そんなことないんですよね。僕は面接今回すごい楽だったんですよ。で、面接官って質問を考えて次々繰り出して聞いていくのってめちゃくちゃしんどいんですよね。それなんですけど、私はふん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 言ってただけだと思うんですけど、あれ楽なんですね。で、なんでふん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 言ってたかって言ったら、もう十分石川さんが普通に聞きたいことを別に聞かなくても言ってくれてたんで、これうなずいてるだけで済んだっていうのが、まあ、今回の面接の状況だったんでですね、なんか話を長くしすぎたって思うと、もしかすると快悪しちゃうかもしれないですね。これから端的に話さなきゃいけないんだとかみたいな話になって、すごく抽象的な話でこっちがいっぱい突っ込まないと今日いただいたような情報っていうのは入らないような、あの面接をもしし始めると今度は逆に悪くなってくると思います。なので決して別に話は長くなかったし、なんならもうちょっと本当は言ってくれてもよかったぐらいだったりとかするんですよね。なのでそんなに気にする必要はないんじゃないかというふうに思いました。じゃあ視聴者の方が抑えるべきポイントとしては、より具体的な数字であったり情報を入れ込むっていうところと、短いことがいいわけではなくてちゃんと情報量があった方が良いっていうところですかね。面接官っていうのは最初にトレーニング受けるときに事実しか信じるなって話を聞くわけですよね。この人はこんな場面でこんなことをなんかやってきたと、でそこから能力とか性格とか価値観というのを類推するっていうのが面接官の仕事であって、例えば冒頭の自己紹介の時にありがとうの気持ちを大事にしますみたいな感じで言ってたじゃないですか。まあね、あれは大体スルーするわけですよ。事実か分かんないからってですね、まあ、短い時間の中でそういう抽象的な自分の解釈っていうんですか、ことっていうのをやっていくと具体的なことを言う時間が減るじゃないですか。そうするとよくわからない、だから落ちるっていうようなことが結構ありがちなことなので、そこは今がいい感じなんで、悪くならないように気をつけてくれた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。今回のケースでいうと、メディアに3000字ぐらいの記事書いてって、まあ、なんとなく一般の人がやらないことっていうのをやるって話じゃないですか。でもおそらくですけど、スタバで長い間仕事してきたわけですよね。そこで発揮されたようなことっていうのを話を聞いた方が多分もっと深掘りしたくなったし、信憑性の高い情報だっていうことで重視して評価につながった話になったと思うんですね。というのは何でかっていうと、結局再現性っていうことをよく言うんですけど、会社に入ってからその能力っていうのを、もう一度発揮してくれるぐらい根付いた能力なのかどうかっていうのをすごく見たいわけなんですよね。一回限りその場でぐっと頑張ってできたってことじゃなくて、もうずっと習慣のように成り立っている能力っていうものはすごく評価します。でも、まあ、だって1時間聞いて3000字で起こしたっていうだけっちゃだけですもんね。その時はできたとしても、じゃあこれから長い仕事生活においてなんかその同じようなことで繰り返し再現できるかどうかっていうのは、まあよくわからないっていうような、だからこのこと自体の価値がどうのこうのっていうことではないんですけど、あんまりこう面接でその話をいっぱいされても参考情報にしかならないようなエピソードだったっていう気がするんですよね。はい、最初にスターバックスでの話をしたので、その後にまたアルバイトの話しない方がいいかなと思って、あえてちょっと違うのにしたんですけど、まあ、別にそんな全然関係ないと僕は思うんですね。まあ、だって長くね一生懸命やってきたことだったら、この中にいろんなエピソードがあるっていうのは当たり前なので、せっかく長くやってきた、でしかもブラックエプロンみたいなね、ところまでやってきたようなね、ことがあるんだったら、その中にいろんな石川さん自身の人と
隣を表すようなエピソードがあるはずなんで、そこで表現した方が、なんかその一発屋じゃないかとか、その時はまあ確かにできたかもしれないけども、それをなんか一般化してね、石川さんっていうのはもうどんなところでもその能力っていうのを生かすことができるっていうふうに判断はされにくいんでですね、部活様の話別にかぶっても全然いいんじゃないかっていうふうには思います。はい、ありがとうございます。はい、で今回の面接なんですけども、キャンパスキャリアさん の面接対策のコーナーの中で、各企業、今回でいうと NRI、 富士通、 NTT 東日本、ソフトバンクなどの会社さんから抽出した質問をさせていただいたんですけども、キャンパスキャリアさんではそういった面接対策もできるということで、ぜひ皆さんにも使っていただきたいなと思ってます。今回面接させていただいた質問の中からピックアップした、この富士通さんの今画面を見ていただいていると思うんですけど、どういう感じの質問内容が書いてありますか？質問内容では自己紹介や、インターンの志望理由、IT についてのコメントだったりとか、他社の選考状況っていうところを聞かれたっていう、とても詳しく質問内容まで記載されています。お、面接で気をつけたこととかも書いてあるんですか？はい、そうですね、面接で注意した点としては、面接官が2人いたため、2人の聞いてくる質問、それぞれの意図を考えながら落ち着いて答えるようにしたっていうことだったりとか、あと雰囲気っていうところも書いてくださってて、非常にフランクで話しやすかったとか、アイスブレイクの際からこの面接官は話しやすいなと感じて、緊張感は一気に抜けましたみたいな、面接のその注意点とか、そうですね、そこの雰囲気、様子っていうのも記載されております。じゃあ実際の先輩のリアルな声が見れるということで、ぜひ皆さんも見ていただけたらなと思います。ということで、後半の動画では同じ石川慎くんの方に面接を受けていただいて、石川さんの方にフィードバックいただけたらなと思います。ということで、後編の動画もぜひ見てください。将来はやっぱり世界を舞台に活躍したいなっていうふうに思っていて、もちろん丸ですよね。はい、打ち来ませんかみたいな、すごい具体的だし、数字で表すようなことっていうのは全部数字で表していただいてるから